はい、今日なんですけども、ちょっとね、昨日もアングル変えたと思うんで、今日もちょっと違うところにね、ちょっと今日立って撮ってみようかなっていうことなんですけども、今日は朝ね、7時前、6時45分とかそのぐらいから活動を始めまして、なんとか今日のノルマを、終わらせた状態で、もう今風呂に入ってご飯を食べて、で今の時刻的にはもう7時51分なんで、まあまあ、ここまで起きてから12時間と、13時間弱ぐらいですかね、多分13時間ぐらいなんですけども、もうね失礼、もう早いとこ寝て、早いとこ起きて、でも本当は理想はもうなんか日の出とともに活動を始めてみたいなことをしていきたいなと思うんですね。でそうすることによって昼間の活動時間をこうグッと伸ばして、もう夜はもう即座に寝るっていう、暗くなった瞬間寝るっていう原始人の生活をすることによって、もっとより朝方に持っていって、こうね、このまだ夏も迎えてない受験のに受験を意識してね、こう生活リズムを、ね、変えていこうということで、今日々頑張っております。それでなんですけどね、最近ね、その受験系の動画を結構見まして、まあ、なんだか伝言さんのなんかすごく語る動画があるんですよ。花尾伝言、花伝っていうチャンネルが、花尾さんのチャンネルがあって、それとは別に伝言さんの個人のチャンネルがあるんですけども、そちらでめちゃくちゃ語ってる動画が、その受験について、浪人について、俺の浪人の時はこうだったみたいな動画を語ってる動画を出してまして、めちゃくちゃもうこうなんかグッとくるものがあるなと思って、僕も頑張らなきゃいけないなと思いまして、感化されて今日はめちゃくちゃ集中してやることができました。同じ10時間でも、全然違う集中の度合いが違いましたね。で今日の集中をこうね、なんだ、基準にしてね、もっとね、より質の高いね、勉強と、あと量をね、もっと高めてね、で伝言さんの言う完全燃焼をね、こう成し遂げていきたいなと思います。で、まだね、まだすぐ寝たいところなんですけども、まださすがに8時ってことでね、今から寝て4時に起きたって8時間寝れるんでね、ちょっと9時ぐらいまで多分起きてると思います。でこの動画を上げ終わった後に、多分やらなきゃいけないこともあと1つか2つぐらい残ってまして、でそれをやった上で、まあでも寝るのそうだね、10時ぐらい、まあ、遅くても10時には寝ようかなと思います。でまああとはないかな。まあ、もしね、この動画が出た後に、まあ、すぐ出るんでね、僕先週の時間かけないんで、だからもしなんだ、僕がやりたいなと思うような、まあ、多分やるかもしれないですけど、一瞬だけ、まあ短い30分もやればいいかなくらいの時間で、こうまたね、こう味を占めてね、配信をやってね、その配信って30分で長いものだから、それをアーカイブに残すことによって皆さんにいっぱい見てもらおうという魂胆でございます。そこまで話すのが僕のチャンネルですね。はい、じゃあ今日の動画はここで終わろうと思います。もう今日は伝言さんに心打たれたので、僕はもう受験頑張ります。伝言さんありがとうございます。本当に助かります。最近パーカーさんに、の名前ばっか使ってて、急に伝言さんを出すっていう、もう人の名前をばっか、ね、出してね、まあ、それも技術だと思うんで、ね、そういう風に思ってやっていきます。はい、じゃあ、チャンネル登録と、あと高評価はまあ別に何とか好きにしてください。であと他の動画を見てください。まあ、できればなんかライブ配信とかの長いアーカイブの動画とかを最後まで見ていただけると、僕的には一番ありがたいですね。はい、まあ、他の動画は別に、動画クオリ、この動画めっちゃ頑張って作ったから見てくださいとかないんで。で、あとはツイッターのフォローお願いしますね。概要欄に、ね、ツイッターと、そうね、ちゃんと貼ってあるんで、ツイッターとインスタグラムの方貼ってあるんで、特にインスタグラムね、なかなかツイッターとか YouTube の方からフォローしてくれる人って少ないんですけども、インスタグラムの方もたまにインスタライブしたりとか、写真を投稿したりしてますので、よろしくお願いします。じゃあ今日はこんなところで終わろうと思います。ご視聴ありがとうございました。